もろい。深く。いかん。光秀様の身が。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まるひとかけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか？まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの？行くわよ、一緒に。